よろしいですか。それでは始めていただきます。作品名はニュアネクトです。ではお願いいたします。はい、それではニュアネクトの、説明というか発表をしていきたいと思います。まずその前に自己紹介をしていきたいと思います。まずメンバーは、私、水島優里と、森木亮と八代忠勝という3人の高専の3年生で、活動しています。で、私たちが所属しているのは津山工業高等専門学校、まあ、通称津山高専と、まあ、こういうテクニャンとかっていうイラストがあったりする高専ですね。で、部活動としてはシステム研究部に所属しています。で、所属についてなんですけど、津山工業高等専門学校今絶賛試験期間中でしてちょっとこのアイチャリに関してもなかなか厳しいところだったんですけど、なんとか来ることができました。で、システム研究部についてなんですけど、システム研究部とは、まあ、コンピューター関連の、まあ、あれやこれやソフトウェアとかハードウェアとかいろいろいじるような部活動になってます。ではちょっと説明に入っていきます。近年 SNS っていうのはよく、多くの人の利用するツールとなっているのではないかと思います。まあ、こちらにある Twitter なんかも SNS の一種なんじゃないかなと思います。で、このよくある SNS の特徴としては、まず一つ目としてメッセージなどが、同じフォームで投稿されると。例えばあれだと秒数と、ユーザー名と投稿といった感じの統一のコンポーネントで投稿されるといった特徴があるかと思います。で、次の特徴としては投稿された時刻の新しい順に並ぶ、まあ、ものによっては古い順に並ぶといったものもありますけど、まあ、いわゆるこのタイムライン形式といいますか、こういう SNS がよくあるものじゃないかなと思います。で、もう一つの特徴として、自分の追加したユーザーのメッセージをメインに見られると。 Twitter でいうところのフォローであるとか、まあ、Facebook 等であるところの友達追加であるというふうに言えるんじゃないかなと思います。で、そういうよくある SNS に関してちょっと掘り下げてみようかなと思って開発したのがニュアネクトです。ニュアネクトとはどういったツールであるかというと、ユーザーのメッセージをリンクさせて関連するユーザー同士の新たなつながりを提供するといったツールになっています。で、これはタイムラインとは少し違う形の SNS を提案しています。まずちょっと紹介の動画を作っているので、ちょっとそれをご覧ください。すいません、ちょっと都合で動画が流れなかったみたいです。じゃあちょっと説明に入っていこうかなと思います。まずニュアネクトにはカテゴリというものがあって、雑談と語るっていう2つのカテゴリに分類されています。で、まずこの雑談カテゴリについて、リンクされるっていうものについてちょっと説明してみます。で、雑談カテゴリでのリンクはタグ機能を用いて、リンクされていきます。同じタグのメッセージ同士を同じ色でリンクし、まあ、同じタグのメッセージを同じ色でリンクするというふうになっています。まあ、単純な話ですけど、こういったのでどういったメリットがあるかといいますと、例えば、タグのリンクから同じ内容で盛り上がると。例えばこのアイチャレっていうタグに関して同じ話題から、放送を見ますとか完成度が高いとか、こういう同じ話題からつながりを感じられるんじゃないかというふうに考えました。また少し、もうちょっと拡大縮小してみると、盛り上がりをこういうタグのような視覚的な形にすることで、どれが盛り上がってるかっていうのが一目で分かるようになるんじゃないかなと思ってます。例えばこういうのだと、リンクされてる形がいっぱいになってるので、あ、盛り上がってるんだなとか、これはちょっと盛り上がりがまだいまいちなのかなっていうのが分かったりするかと思います。で、もう一つのカテゴリーについてです。語るカテゴリーでのリンク、これはどういったものかといいますと、ユーザーのリクエストからランダムで選ばれた一つのテーマについて語り合うというふうになっています。で、一つのテーマに語り合うっていうので、どういったメリットがあるかというと、例えば興味関心の同じような人と話せると。例えばこのワールドカップだと決勝戦まで行ってもらいたいねとか、日本代表負けるなとか、そういう興味関心の同じような人に対して話し合うことができるということになっています。あと、また別の視点から見ると自分と違った考えを持つ人の意見に触れることができるんじゃないかなと思ってます。例
例えば先ほどのタグだと自分の興味があることについて語っていくのになるんですけれども、この一つのテーマについて語り合うっていうのは、一つに限定されているので、さまざまな意見がここに集約されるのではないのかなというふうに思っています。で、このカテゴリーを通して、できるのではないかなと思っていることの一つに、より的確な広告などが挙げられるのではないかなと思っています。例えば、この特定のタグやテーマに関する広告をこのように挙げるといったのがあるのではないかなと思っています。で、これは何がいいかと言いますと、テーマであるとかタグであるとかはその人の興味関心であるということです。で、その興味関心に沿って広告を展開することができる。それはより的確なターゲットに向けて広告が展開できるのではないのかというふうに考えています。はい、以上で説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質疑応答の時間に移らせていただきます。質問のある方は挙手をお願いいたします。審査員以外の方からの質問も受け付けておりますので、どんどん質問をしてください。発表ありがとうございました。SNS ということで、いろんな投稿が投稿されることを想定されていると思うんですけど、なんか何件ぐらいいけるみたいなのって実験したりしましたか？実際にこのツールはウェブアプリケーションとして、URL をつけて投稿しているんですけど、システム研究部院内で一度試したことがあって、かなり、一つのテーマについてつながって10件20件とかつながったんじゃないかなっていう時もあったと思います。なるほど。例えば100件つながったときに何か問題が起こりそうとか、そういうのとかはあったりしますか？そうですね、その件数が多かったときの処理に関しては、こちらが、同時アクセスに関しては Node.js っていう、サーバーを使っているので、アクセスに関しては問題ないかと思います。ただ、これの表示に関して少しちょっと重くなる可能性はあるのじゃないかなと思ってます。ありがとうございました。はい、会話のモデリングがすごい工夫されて面白いなって思いました。ただ、一点ちょっと気になったことがありまして、タグで、会話を結びつけるグラフがあったと図があったと思うんですけど、そこで、1個の会話で2つのことに言及しちゃったりするとどんな風になるのかなって気になったので教えてください。2つのところに影響というのが、例えばタグ をなんか2つ打って、はい、この2つなんか関連してそうとかいう会話をして始めるとどんな風になるんだろうって思いました。なるほど、そこはまだ考えてなかったですね。できたらその辺もリンクできるようにしていきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。さっき一つの投稿に対していくつかつながってた図っていうのが出てたと思うんですけど、例えば一つに対して100個ぐらいつながってしまった時にそこ見やすいようにするとかいう工夫とかはされているんですか？これのメインテーマとしては、自分の投稿した周辺につながったものの面白さであるとかそういうのを目指してるんですけど、確かに、投稿がいくつか重なった場合には少し見づらい点があるのではないかなと思っているので、現状は、縮小という形で対応しています。ありがとうございます。それではこのあたりで質疑応答の時間を区切らせていただきます。以上で水島優里さん、森木亮さん、八代忠和さんの発表を終わります。ありがとうございました。